黒川伊保子は、日本の実業家、エッセイスト。完成リサーチ代表取締役社長。日本ネーミング協会理事。日本 BS 放送番組審議会委員。栃木県出身。1983年、奈良女子大学理学部物理学科卒業後、富士通ソーシャルサイエンスラボラトリに14年勤務、AI の研究に従事。その後、 コンサルタント会社勤務、民間の研究所を経て、2003年に、完成リサーチを設立、代表取締役に就任。2004年、脳機能論と AI の集大成による、互換分析法、サブリミナルインプレッション導出法を発表。サービス開始と同時に化粧品、自動車、食品業界などの新商品名分析を受注し、完成分析を提唱する。 2005年、倉敷芸術科学大学非常勤講師に就任する。また、脳研究をもととした、男女脳のすれ違いを書いた随筆や、五感に関する著作を執筆し、日本テレビ、世界一受けたい授業や NHK 教育テレビ、日本語なるほど塾などに出演、アンアンや SPA など、雑誌の恋愛特集のコメンテーターとして出演した。富士通時代に、 AI 開発を通じて脳と言葉の研究を始める。やがて脳機能論の立場から五感の正体が言葉の発音の身体感覚であると提唱した。AI 分析の手法を用いて世界初の五感分析法であるサブリミナルインプレッション導出法を開発し、マーケティングの世界に新境地を開拓した感性分析を提唱する。黒川によれば脳は 性別と年代別に驚くほど違う意識の質を持っており、このような脳のホルモンバランス別の意識の方向性を精査し、それぞれの脳に心地よい言葉の音をあり出した。これにより、黒川は五感の男女年齢別の脳への訴求度も算出することができるという。それにより商品名の五感を明らかにし、その五感がターゲット市場にとって、 心地よい音かどうかを数値的に評価した。こうした研究をベースに開始した商品名の互感分析サービスは、大塚製薬のソイ・ジョイ、ソイからソイッシュはじめ、大企業から中小企業まで多くの企業からヒット作を生み出す。市場が多様化する21世紀ならではのマーケティング手法として脚光を浴びている。 また TV 出演しているほんまでっか ?TV では恋愛談での件で夫婦一緒に塩ちゃんこなどの発言を行った。そして2回目の出演でアカシアさんまに塩ちゃんこという愛称をつけられた。2019年5月17日に放送されたフジテレビのノンストップ。うちの定年夫婦の取説解説についてのコーナーで妻が やっている家事などの大変さを理解してもらう方法として今から水巻きます今からラーメン作りますなど自分がしていることを声に出してアピールする方法を提案するしかしその際に自閉症の子供に何か伝えるかのように一つずつキャンペーンをしていくという言葉で説明をし説明直後からネットを中心に黒川の発言に対して違和感を覚える 自閉症を引き合いに出すのはおかしいなどと多くの声が上がる。その後、放送中に、進行の三上マナーアナウンサーが、先ほどのコーナーで、自閉症に関して誤解を招きかねない表現がありました。失礼しましたと謝罪を行った。ありがとうございます。